はいどうも、水ニャンです。なんとですね、本日、10時頃に、大変なニュースが飛び込んでまいりました。東京スポーツ、そして毎日新聞がですね、 NHK から国民を守る党の、立花孝志、参議院議員、議員辞職かというですね、報道をしました。はい。でですね、まあ、トースポに関して言えば、まあ、N 国党関係のニュース、まあ、とてもですね、深くこう切り込んでいて、結構信憑性が、まあ、高いニュースを出しているので、まあ、今回もですね、かなりその高確率で、立花孝志議員が議員辞職して、で、今度行われる、埼玉県の、まあ、参議院選の補選、で、これに臨むんじゃないかなというお話で、ございます。で、まあ、これに関してですね、ちょっと、解説をしていきたいなと思います。はい。で、まずですね、この立花孝志さんが議員辞職するんじゃないかと、これを報じたのが今のところですね、毎日新聞のネット、あと、トースポのネットで、ございますと。で、まあ、今回立花さん、参議院選の、全国比例区で当選をしているんですね。で、これもし立花さん、党の中でこう1位なので、もし仮にですね、辞職ということにこうなれば、2位になっている、まあ、浜田さんが、まあ、繰り上げで、まあ、当選するということで、ございます。で、まあ、参議院選挙の、埼玉補選なんですけれども、これ今のところこう出馬表明をしているのが、埼玉県の、前知事だった、上田清さん、はい、この人なんですよね。まあ、この人も、もともとですね、国会議員で、で、それから、埼玉県の知事を、何期か、まあ、務めた人でございます。で、まあ、N 国党、まあ、これ、ね、最初ね、埼玉補選無投票なんじゃないかと言われていたんですよ。で、なぜかというと、このね、まあ、上田さんっていう人めちゃめちゃ選挙強いんですね。まあ、だから、こんな選挙に強い人がこう出てきたら、さすがに誰も太刀打ちできないだろうということで、まあ、自民も公明もですね、候補者擁立を避けたというような事情がありました。で、まあ、そこにですね、まあ、N 国党がね、まあ、誰を出すかということで、まあ、注目をされていたんですけれども、なんとま、そのね、N 国党、ま、いろいろ噂をされてました。歌手の、チャギ&アスカのアスカさんとかね、いろいろ、豊田真由子さん。とか、あと、まあ、大島健太さんじゃないかとかね、まあ、いろいろ、まあ、有名人が出てくるんじゃないかと言われていた中での、立花孝志というね、立花孝志さんが出るんじゃないかという話となっておりますね。で、まあ、もちろんですね、立花さん、まあ、上田さんに勝てません、多分。はい、勝てません。もうこの上田さんっていうのはね、もう、もともと結構民主系のね、まあ、その、ね、方だったんですけれども、今までこう、自民がこう、誰を立てても勝てなかった人なんですよ。そんな人がね、N 国戦って勝てるわけがないんですけれども、これのね、狙いというものがあるんですよ。何かと。で、もしね、こう、立花さんが、落選したとするじゃないですか。で、そしたら立花さんは衆議院選挙にこう、くら替えをするんですね。まあ、衆議院選挙、まあ、今の大体のですね、まあいろんな、まあ僕の取材によるこう観測によると、まあ今年の年末ではないかと、年末がこう可能性として高いんじゃないかなと言われてます。で、まあなぜかというと、今あの安倍政権はですね、憲法改正にこう照準を合わせていて、で、まあ憲法改正の国民のその民意を確かめるというですね、大義名分があるんですよ。で、あと今年のこう消費税増税が10月にあったじゃないですか。で、今のところこうポイント還元であったりとか、キャッシュレス還元とかをやってて、で、その特効薬大体まあ半年ぐらいだと、まあいう話なんですね。だからその特効薬がこう切れた後に、まあそのね、衆議院解散してこう選挙をやってしまうと、結局、まあ民意が自民党から離れてしまう可能性が高いんではないかと。いうことで、そう、特効薬がある間に衆議院を解散して、で、総選挙をやるんじゃないかというような、観測がこう出てたりとかします。で、今回のその N 国のですね、まあこの狙いというのは、大きく分けてこう2点あるんですね。で、
もちろんですね、参議院選挙の時に N 国党は、得票数とあとは、議員割というのがありまして、でこの2つでですね政党助成金がもらえるんですよ。だいたいその政党助成金の金額がですね、まあ、6900万だからこう2回に分けて振り込まれるので、だいたい1億ちょっとぐらいもらってるんですね。でなんとこの衆議院選挙もですね、これ得票数とかあと当選したこう議員の数に応じて、これ議員割これ票割という形で政党助成金がもらえるんですよ。なんとはい、政党助成金がもらえるので、なんとしてもこう衆議院選挙たくさん票を取りに行ったりとか、たくさんね議席を取りに行かなければならない。でそうなった時に今こう N 国から立候補するんじゃないかと言われている人、まあ様々なこう観測があるんですけれども、まずはそのホリエモンね、つい先日こう立花さんと、コラボして、でもしかしたらこう立候補するんじゃないかというような話もありました。でまああとは、今 N 国の幹事長を務めている、上杉、隆さん、はい、でこの方もね立候補するんじゃないかと。で今回立花さんが、まあ、議員をこう辞職して、で、立花さんが、参議院選の埼玉補選あかんかったら、衆院選の方にまあまず 100% ね出てきますね。そうすることによって今回、まあ、N 国はですね何を狙ってるかというと、なんとですね、大量に約300人ぐらい擁立するんじゃないかというような話になってます、衆議院選挙で。衆議院選挙というのはまずですね、小選挙区が300あって、比例代表が180あるんですね、計480なんですよ。で小選挙区っていうのはまあ各ね全国津々浦々、まあ、地区が分かれていて、でまあ細かい地区が分かれていて、でそれが300区あるんですね。その中でまあ選挙を各地区で選挙をやっていって、一人の代表者を選ぶと。でまあそのね比例代表180人に関しては全国で約11ブロックあるんですよ。11ブロックの中からこう人口にこう合わせて、で各ブロック別で、その比例代表の議員を配置するという形でございます。ちなみにですね、比例代表なんですけれども、各ブロック1人、ね、当選させるためには、だいたい30万票いります。30万票いるんですよ。だから東京の中で1人通したいんだったら、30万票、いるんですね。だから、今回 N 国に関して、なんとか1人、通すためには各ブロック、30万票、どこかで取らなければ、まあ、1人通すことができないと。で、まあ、今回ですよ。で、N 国と、参議院選挙で98万票全国で、取りました。これはですね、全国なんですよ。で僕ね調べたところ、N 国党が、全国、各ブロックで、衆院選のね、まあ、ブロックに換算してみると、どこが一番通りやすいかって言われたら、実はね東京とね南関東、まあ、この2ブロックは非常に N 国がこう当選しやすいところなんですね。だからまあ多分ですけど、まあ、今後の情勢によっては、立花さんを、まあ、通しやすいブロックに、出して、で堀江さんを通しやすいブロックに、出すと。で堀江さんの場合はもし仮に衆議院議員に当選したとしてもね、多分すぐ辞めて、でこれ堀江さんのまあ秘書であったり、まあそういう堀江さんの下でこう働いてる人をこう誰かこう繰り上がりでね、まあその議員にさせるというそういう戦略をですね、まあ語っていましたけれども、まあその戦略をやってくるんじゃないかなと思ってます。で立花さんがね衆議院選にこう出るメリット、これ何があるかというとね、でまずはですね、なんとか立花隆を衆議院選挙で通さなきゃいけないっていうね支持者の人たちのモチベーションをねアップさせるというね目的があります。でやっぱりですね、N 国党の支持者の中でも N 国党の他の議員はまあちょっとあんまりね応援したくないけど、でも立花さんの活動を応援したいっていう層がいたりするじゃないですか。でそういう層はね、ここで N 国衆議院選頑張らないと立花さんが落ちてしまうかもしれない、だから立花さんを通すためによし N 国を
応援しようっていうような流れができるとね、支持者のモチベーションがよりアップすると、はい、いうことなんですよ。で、あとですね、はい、で、立花代表がですね、選挙活動に専念できる。まあやっぱりですね、議員っていう仕事はもうめちゃめちゃ忙しいですよね。まあそれこそ、10月の4日だったかな、からまあ12月頃まで、まあ一応臨時国会というのがあって、まあ国会があるわけですよ。で、そういう中で、まあ地方で今いっぱい N 国ね、戦ってますけど、なかなか地方の選挙にね、行く機会っていうのがね、取れないと、時間がなかなか。ね、全国回る時間がないと。だから、立花さんがここでね、参議院議員辞めてしまえば、ね、その衆議院選までの間、こう地方選挙のね、選挙活動に専念ができるというですね、メリットがあるんですよ。で、もし仮にこう、浜田さんがね、こう、繰り上げにこうなった、まあ、参議院繰り上げになったとしても、まあ、立花さんは、その浜田さんであったり、N 国のことを、まあ、裏からこう、操ることができると。だから、こう、党のことも裏で操ることができるし、で、立花さんが本来やりたいであろう、まあ、選挙活動により専念ができるというですね、まあ、このようなメリット、だから、こう、党勢拡大のね、スピードが思ったより順調にいってなかったから、よし、ここで、党勢拡大のために、こう、自分が辞めて、で、地方に力を入れて党勢拡大していこうじゃないかというのが、まあ、立花さんの、まあ、思惑なんじゃないかなというふうに、まあ、思っています。だから、まあ、こうやって、だから、こう、立花さんが、まあ、いろんな、こう、選挙に、こう、出続けることによって、まあ、そう、党としての、こう、話題性っていうのがね、めちゃくちゃあるんですよね。やっぱり、立花さん自身の話題性もそうだし、党の話題性もあるから、やっぱり、こう、話題性をこうやって、こう、持続させていかないと、まあ、現時点の、こう、N 国は若干やばいので、だからこう、立花さんが、まあ、身を挺してですね、まあ、どんどん党勢拡大にこう、励んでいるんじゃないかな、というのが、まあ、僕、なんとなくですね、まあ、こんな感じじゃないかな、というのが、まあ、僕自身の考えでもあるし、で、あとは、まあ、N 国自身の考えもこうなんじゃないかな、というふうに、思っております。はい。まあ、てなわけで、ね。というわけで、もし、この動画がいいと思う方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、水木庵でした。本日の動画、ご視聴ありがとうございました。じゃあね。